こんにちは、いかがお過ごしですか？一年、七ヶ月が、長いのか短いのか、私には、よくわかりませんが、あれだけのことをやって、なんか短いような気もしないでは、ありません。やっぱり芸能界は、甘いのでしょうか。まあ、とりあえずみそぎは、済んだのかもしれませんが、なんかあまりテレビなどで見たいとは、思わないのは私だけでしょうか。騒動を起こす前は、テレビに出ているから何も考えずに見ていましたが、そもそもこの人、面白かったのでしょうか。復帰するのは自由ですが、果たして需要があるかどうか。あの騒動でついた悪いイメージを消せるほど彼の芸が面白ければ、多分需要も出てくるでしょうが、果たしてどうでしょう。私としては、あまり気にする気にもなりませんが。アンジャッシュ渡部健、15日千葉テレビで、1年7ヶ月ぶり復帰。不倫騒動で活動自粛。不倫騒動で活動を自粛していたお笑いコンビ、アンジャッシュの渡部健、49、が、約、1年7ヶ月ぶりに復帰することが、3日、放送関係者らへの取材で分かった。近く活動再開を正式に発表する見通し。渡部の仕事復帰となるのは、15日に放送予定の千葉テレビ、白黒アンジャッシュ。関東ローカルの同番組は、コンビ初の冠番組として2004年10月にスタート。渡部が活動を休止してからは相方の小島和也、49、が、単独で司会を務めていた。二人にとっては、原点とも言える番組からの再出発となる。渡部は17年、4月に女優の佐々木希、33、と結婚し、18年、9月に長男が誕生していたが、20年、6月、複数の女性と、交際した上、多目的トイレなどで性行為を行っていたなどと週刊文春に報じられたことを受け、活動を自粛。TBS 系、王様のブランチや日本テレビ系、行列のできる法律相談所など、テレビラジオのレギュラー番組を降板した。同、12月に記者会見を開き、一連の騒動について、約、1時間、20分にわたって釈明や謝罪をした。その後は公の場で活動することはなく、自身のツイッターも更新していなかった。昨年、2月には、東京、豊洲市場でボランティアで働いていることが判明。市場関係者によると、深夜から早朝までマグロなど、生鮮魚類を扱う仲卸業者として、キャップをかぶり、マスク姿で勤務。仕事ぶりは真面目だったという。